のクラシックギター奏者。アメリカの巧妙な作曲家であるジョン・ウィリアムズは、同姓同名の別人であり、注意を要する。メルボルンで生まれ、その後、ギタリストである父の出身地イギリスに移住した。小さい頃から教えられたギターを、ロンドンの王立音楽大学や、夏の間は、イタリア・シエナの音楽アカデミア・チギアナで、アンドレス・セゴビアに学んだ。イギリス在住。 アンドレス・セゴビアに賞賛されてデビューし、竹光通る作曲のオーストラリアから、をロンドン・シンホニエッタと共に演奏し、CD を発売、またフュージョングループ、スカイで演奏するなど、ポップス系の音楽活動も行ってきた。商業的な意味では、現在、世界的に最も成功しているクラシックギタリストである。中国の女性ギタリスト、スー・フェイ・ヤンに自身が所有する。 スモールマンギターを対応するなど、更新の援助にも取り組んでいる。ウィリアムズは、ウィリアムズと表記するのが一般的だが、専属契約先であるソニークラシカルでは、すべての CD で性の表記を、ウィリアムズとしている。イントロダクション、ジョン・ウィリアムズ、アスコナズ・ホルト、アスコナーズ、ホルト・リミテッド、2019年1月2日閲覧。リチャード・スライバジョン・ウィリアムズ、ギター。 バイオグラフィー 1940S、1950S、1960S、プラムクリーム2019年1月2日閲覧。両名ともこの件をしばしばネタにしている。ありがとうございます。